赤門城古墳は、静岡県浜松市浜北区内にある古墳。形状は、前方公園墳。静岡県指定史跡に指定されている。築造は4世紀後半、または末と推定される。誰の墓なのかは分かっていないが、ロケーションの良さや埋蔵品から、有力な豪族のものと推定される。古墳の名称は、古墳南側に位置する流泉院に由来する。古墳の所在地は、 三方現代地の東端、バーが谷段丘に位置し、古墳からは松林越しに浜北面と言われる定地、さらには天竜川の東に位置する岩手原大地を望むことができる。赤門城古墳の南側、東側は流泉院の裏山とされ、開発はされていない一方、古墳の北側、西側は内野台として宅地開発が行われた。 赤門山古墳の北東数百メートルのところには、東海山古墳、山の城古墳が存在する。その他にも周辺にはいくつかの古墳が残されており、染め時代の開発と並行して調査が行われた。発掘は1961年7月24日より8月7日まで行われた。発掘にあたっては、静岡県立浜名高等学校の私学クラブをはじめ、 二年生の生徒が全員二日以上参加した。出土品は浜松市浜北文化センター内、浜北市民ミュージアムに展示されているほか、花門実月天皇詩人4重教の複製品は、なゆた浜北内情報プラザにも展示されている。古墳は大地の端に築かれた前方公園墳で、公園部が北に築造されている。 噴球の全長は56.3メートル、後円部の直径は36.2メートル、高さ4.9メートル、前方部は幅14.7メートル、高さ1.15メートル。発掘時に洞窟の跡が発見された。また、戦時中に防空壕が掘られたため破損した部分もあった。後円部より、 全長5.58メートルの靴の,の木製の木管が発見されたほか、副装品として内部より、京都府の椿井大塚山古墳や奈良県の三見田、宝塚古墳と同伴関係にある花門実月天皇史に4、重教、銅製の矢尻、剣、自家刀、鉄製の布刀、鉄製の桑、なたなど金属製品が多数、くだたま個などが発掘されている。 同郷と同性の矢尻は編み物に覆われていた。同族は、剣譜、同郷は、編み素品で覆われていたと推定される。ありがとうございます。